韓戦はもうずっと負け越してるんで、とにかく勝ちたいです。韓国も本当に去年はすごい強いメンバーだったんですけど、今年はそのメンバーが抜けたってことで絶対負けちゃいけない試合だと思いますし、やっぱ勝ちたいですよね。やるからには歴史を塗り替えたい。ディフェンスの面でやっぱ僕より高い選手とマッチアップするんで、まあ、それからに教わったポストファイトでまずはボールを持たせないこととかを、まあ、徹底したりしたいですね、はい、やっぱりしっかりポストファイトしていい位置でもらわせないということと、気持ちの面でやっぱり相手も出だしから結構来るので、そこで負けなければいいと思います。やっぱ自分はすごいやっぱリバウンドを担当で任されてるって思ってるんで、リバウンド取り切ることとかがすごい重要だと思って、それにしました。シュートしか取りえないんで、そうですね、シュートを気持ちよく打てればなと思います。やっぱり前からディフェンスでプレッシャーかけるだったりとか、果敢にドライブアタックするだったりっていうのはやっぱできる場面は多々あったと思うので、そういう場面を増やせるようにしていけば全然通用するなっていうのは思いました。ルカコーチの下でやって、韓国遠征やってっていうので、まあ、非常に手応えは感じていたので、まあ、その練習でやったことをうまく出せれば、まあ、過信になってはいけないですけど、十分勝てる力はあると思うんですけど。すごい日本の皆さんも期待してますし、応援してくださると思うんで、本当に3試合あると思うんですけど、本当3つ勝つ勢いで、本当に出だしから集中してやっていきたいと思います。